夢をデストロイするような発言をさせないでほしいクマ。なベタですわね、ゴビ。じゃあ進行もしてるんで、さっさと始めちゃうなりよ。クマなのかナリなのか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。てか意外と残っとったね。もっとみんな行っとんかと思った。このメンバーが一応残っとるってことやろ。え、結構普通に7人も残っとるやん。残りは普通に一旦でいいんかな。外に出ます。ふわー、緑、さっきまでも緑やったっけ、ここって。体育館、多分あの左上のバスケコートみたいなやつのはず、多分。てかそこが一番広いしね。方向的にはこっちか。よし、わかった。ここの突き当たりやね。1階スクールゾーン。え ?2 階は何なんやろ。体育館。え、全然体育館じゃなくない？なんか校長室みたいな感じの雰囲気のとこに来たけど。それにしてもよ、希望ヶ峰学園がこんな神奇臭い場所だとはな。どっちかっつうと俺の言うと鑑別所みたいだ。いや、それよりひでえかもな。それにどうして誰もいないんですかね。今だって校内を歩いてても誰とも会わなかったし。在校生はいないの？やばいよ。なんだかさ、マジでやばいんじゃない？もしかしてあれか、あの何、途中入学みたいな感じなんは、要は在校生たちがみんな最初あったやん、ロケットで飛ばされたやつ、あんな感じでみんなお亡くなりになったら次の生徒たちが補充されるみたいな感じなんじゃないの。ぼ、僕らを驚かせようとしてるだけだろ。あの鉄板だって後で外してくれるに違いない。どちらにせよ腹をくくるほかあるまい。補欠にいらずんば孤児を得ずだ。くそな。別にビビってるわけじゃねえんだ、言ってやろうじゃねえか。おら、俺様呼び出しやがったのはどこのどいつだ。どういうつもりだ。おい大和田くん、校内を走ってはいけないぞ。で今そういう我も行くとしよう。てかここは一体どこなの。あ、待って、一人にしないで。はい、チュートリアルでございます。唐突な。部屋の中では Y ボタンで C を観察することが可能でございます。観察によって調査対象を簡単に発見できます。ご連絡が遅れまして申し訳ございません。何、誰からのご連絡なのこれ。あ、こういうこと。なるほどね、調べれるものがパッと出てくるんや。この場合ここってことか。これはショーウィンドウかな。トロフィーやら盾やらが飾られている。この学園に集まってくる生徒は超高校級の人ばかりだし、これはほんの一部なんだろうな。まあ、こんだけで収まることはないやろうね。あとは？え、待って、もう一回。モニター、モニター。この学園、ずいぶんテレビが多いな。さっきの変な校内放送のためじゃないよな。至るところに。不安と恐怖を抱えながら校内放送で指定された体育館へとやってきた。そこで僕らを待ち受けていたのは、みんなと会話がしたかった。入学式みたいだね、どっからどう見ても。うん、ほら俺の言った通りだべ、実際のとこ普通の入学式じゃねえか。と葉隠君が言った直後だった。僕らが普通じゃない光景を目の当たりにすることとなるのは。おい、全員集まった？来たよ、来たよ、さっきの。それじゃあそろそろ始めようか。何、どこから現れる？なんかせり出してきそうじゃない？ステージ上に。おお。あ、ぬいぐるみ。ぬいぐるみじゃないよ、僕はモノクマだよ。モノクマ。ね、左半身怖い。君たちのこの学園の学園長なのだ。学園長？マスコットじゃなくて。ここまで何かに視線を奪われたのは生まれて初めてだったかもしれない。
だけどその対象があんなわけのわからない物体だなんて。よろしくね。かわいいのか何なのか。それは場違いなほど明るい声、それは場違いなほど能天気な振る舞い。僕の抱いていた不快感はいつの間にか底知らぬ恐怖へと変わっていた。ぬいぐるみが喋った。落ち着くんだ。ぬいぐるみの中にスピーカーが仕込んであるだけだろう。こらこら。だからさ、ぬいぐるみじゃなくてこのクマなんですけど、しかも学園長なんですけど。動いた。ずっとそこに驚き。落ち着けっつってんだろ、ラジコンかなんかだ。ひょぼー。ラジコンなんて子供のおもちゃと一緒にしないで。深く深く、マリアナ海溝より深く傷つくよ。右半身かわいい。僕には NASA も真っ青の遠隔操作システムが搭載されてて、クマって夢をデストロイするような発言をさせないでほしい。クマ、ベタですわね、ゴビ。じゃあ進行もしてるんで、さっさと始めちゃうなりよ。クマなのかナリなのか、あんたキャラがブレてない。ではご静粛に、ご静粛に。ではでは。諦めたな。別に語尾なんもないってことやね。おはようございます。キリツレイ、お前らおはようございます。いいかね。おはようございます。何言わなくていいわよ。ではこれより記念すべき入学式を取り行いたいと思います。まず最初に、これから始まるお前らの学園生活について一言。お前らのような才能あふれる高校生は世界の希望に他なりません。そんな素晴らしい希望を保護するため、お前らにはこの学園内だけで共同生活を送ってもらいます。みんな仲良く秩序を守って暮らすようにね。ん？どういうこと？は？そしてですね、その共同生活の期限についてなんですが、期限はありません。つまり一生ここで暮らしていくのです。それがお前らに課せられた学園生活なのです。え？一生？え？どういうこと？どういうこと？どういうこと？なんて言ったの？一生ここで？うん。ああ、心配しなくても大丈夫だよ。予算は豊富だから、お前らに不自由はさせないし。え？卒業したら成功するんじゃなかったの？卒業は？ちょっと待ってください。そういう心配じゃなくて。え？つうか、何言ってんの？ここで一生暮らすとか嘘でしょ。本当だよ。僕は嘘つきじゃない。その自信が僕にはある。そうそう。あ、ついでに言っておくけど、外の世界とは完全にシャットアウトされてますから。だから汚れた外の世界の心配なんてもう必要ないからね。シャットアウトって、あの窓のことか。じゃあ教室や廊下にあったあの鉄板は。なんか息苦しそう、空気悪そう。僕たちを閉じ込めるための。そうなんだ。だからいくら叫んだところで助けなんて来ないんだよ。そういうわけで、お前らは思う存分この学園内だけで生活してください。おいおい。なんだよこれ。希望が峰学園が用意したにしてはいくらなんでも悪ふざけが過ぎるんじゃん。この学園内だけで生活って言ってもさ、購買もなんかね、閉じられとったけど。大概にしろよこら。それ以上は冗談で済まさねえぞ。まったくもう。さっきから嘘だの冗談だのって疑い深いんだから。しょうがないな。でもそれもしょうがないか。隣人を疑わなきゃ生き抜けないご時世だもんね。まあ僕の言葉が本当かどうかは後でお前ら自身が確かめてみればいいよ。そうすればすぐにわかるから。僕の言葉が純度 100% の真実だってことかさ。そんな。困りますわ、こんな学校でずっと暮らすなんて。おやおや、お前らもおかしな人たちだね。だってお前らは自ら望んでこの希望が峰学園にやってきたんでしょ。それなのに入学式の途中でもう帰りたいとか言い出すなんてさ。あのね、やっぱあの時点やったら事態はできたってことなのかな。まあだけどぶっちゃけた話ないわけじゃないよ、ここから出られる方法。本当？実は学園長である僕は学園から出たい人のためにある特別ルールを設けたのです。それが卒業というルール。やっぱ卒業はちゃんとあるんだね。それは3年間でってこと？ではこの特別ルールについて説明していきましょう。お前らには学園内での秩序を守った共同生活が義務付けられたわけですが、もしその秩序を破った者が現れた場合、その
人物だけは学園から出ていくことになるのです。え、それは卒業なのか、退学ではなく。それが卒業のルールなんです。なんだ、その秩序を破るとは何を意味するんだ。ブッブッブッ、それはね、人が人を殺すことだよ。え、そこまで秩序を乱す、法則ではないけんね、秩序か。はい、暴殺、視察、撲殺、斬殺、小殺、圧殺、考殺、斬殺、受殺、斬殺2つあるね。殺し方は問いません、まあ、漢字違うけど。誰かを殺した生徒だけはここから出られる、それだけの簡単なルールだよ。卒業した人は成功を約束され、卒業してきた人がおったとしたら、今までにその人は殺人者ということ。でもそれは何、警察にはもみ消されるの。最悪の手段で最良の結果を導けるようせいぜい努力してください。ゾワリとした。誰かを殺した生徒だけがここから出られる、その言葉を聞いた途端、猛烈な寒気が足元から背中を通り、頭のてっぺんまで一気に駆け上がっていった。こんな脳汁ほとばしる毒感は時は人間を襲う程度でいられませんな。さっきも言った通り、お前らはいわば世界の希望なわけだけど、そんな希望同士が殺し合う絶望的シチュエーションなんて、エクストリームドキドキする。なんだそりゃ、な、何言ってんだっつーの。殺し合うって何なんだよ。は、殺し合いは殺し合いだよ、辞書ならそこらに。何言ってんの、意味なら知ってるって。そうじゃなくって、どうして私たちを殺し合わなきゃいけないの。なあ、そうだそうだ、ふざけたことばっかり言うな、さっさと家に帰せ。ばっかり、怖い怖い怖い。ばっかりってなんだよ、ばっかりって。ばっかりなんて言い草ばっかりするなっての。何、どうした、怖いよ。イライラ、本当に物分かりの悪い連中だよ。何が返してだ、同じことを何度も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 。いいかい、これからはこの学園がお前らの家であり世界なんだよ。やりたい放題やらしてやるから、やってやってやってやりまくっちゃいっつーの。怖い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 。おいおい、いつまで続ける気だって。ダメ、もう十分びっくりしたからよ、そろそろネタバラシに済んで。ずっと余裕な感じやね、なんか大人の余裕。ネタバラシ、そうじゃねえのか。いやだからドッキリなんだろ実際。もういい、てめえはどいてろ。葉隠れくんを押しのけつつ最前列に立った大和田くんは、まるで地響きのような声でモノクマに凄んだ。おいこら、今さら謝っても遅えぞ、てめえの悪ふざけは度が過ぎた。どうしたの、悪ふざけ、それって君の髪型のこと。やるね。おたけ呼びたともにドンと何かが爆発したような音が響いた。大和田くんが足元の床を蹴り上げた音だった。跳躍した彼の体は弾丸のように一直線に突き進んだ。獲物へと向かって一直線に。ひー、捕まえたぞこら、ラジコンだかぬいぐるみだか知らねえが、バッキバキにひねりつぶしてやんよ。学園長への暴力は校則違反だよ。校則でちゃんと決まっとんや。うるせえ。今すぐ俺らをここから通す。出なきゃ力づくでも。でもこういうさ、デスゲーム系ってなんか一番最初に暴走した人間ってあっさりしない。あれ、何、爆発する爆発するよ。今さら鹿とか、ほらやっぱ一番に死ぬ。だこら、妙な機械音出してねえで、なんとか言いやがれ。危ない、投げて。ん、いいから早く。彼女の言葉に気をされたのか、大和田くんは言われるままにモノクマを放り投げた。と次の瞬間、おお、逃れた。なんなんだよ。シャレになってねえぞ。爆発しやがった。大抵こういうのってね、なんか歯向かったやつとかが一番に殺されて、でなんか後のメンバーが本当に死んでるみたいな感じになってさ、従うようになるけど、そのパターンじゃないんだよね。痛みを伴う激しい身になり、見せかえる火薬の匂い。爆発なんて映画やテレビじゃ当たり前かもしれない。だけど生で本物を見たのはもちろんこれが初めてだった。でも爆発したってことは、あのぬいぐるみも壊れて、ほら、ぬいぐるみじゃなくてモノクマ。へえ、何。別のが、別のなんや。別のが出てきやがった。
てめえ、さっきのマジに俺を殺そうとしやがったな。もちろん当たり前じゃん、マジに殺そうとしたんだもん。法則違反するのがいけないんでしょ。今のは特別に警告だけで許すけど、今後は気をつけてよね。警告でも爆発してよ。実際法則違反をするような悪い子はお尻ペンペンレベルの裁判じゃ済まさないから。やばいよ。ねえひょっとしてあんたみたいのって他にもたくさんいたりするの？うん、モノクマは学園内の至る所に配置されております。さらに学園内には監視カメラも配備されております。そして法則を破るものを発見した場合は今みたいなグレートの体罰を発動しちゃうからね。次からは外さないから、そうならないように気をつけてね。めちゃくちゃだよ。最後に入学祝いとしてお前らにこれを渡しておきましょう。この学園の生徒手帳です。かっこいいでしょ。確かにかっこいいけど、何カードじゃないあれ。電子化された生徒手帳、その名もなんと電子生徒手帳です。気を取り直して、電子生徒手帳は学園生活に欠かすことのできない必需品だから絶対なくさないようにね。それと起動時に自分の本名が表示されるからちゃんと確認しておいてね。単なる手帳以外の使い道もあるんでね。なんと、ちなみにその電子生徒手帳は完全防水で水に沈めても壊れない優れもの。おおすごい。耐久性抜群で10トンくらいの重さなら平気だよ。詳しい校則もここに書いてあるんで各自じっくりと読んでおくように。校則違反は殺されるかもしれんってことは、校則は本当にちゃんと読んどかんと怖いよね。お前ら、何度も言うけど校則違反は許さないからね。ルールは人を縛りもするけど守りもするんだ。社会でも法律がないと平和は成立しないでしょ。はい、それと一緒だから違反者は厳しく罰する必要があるのです。ではでは、入学式はこれで終了となります。さよなら。豊かで陰惨な学園生活をどうぞ楽しんでください。それじゃあまたねー。陰惨、嫌すぎる。そしてモノクマは去っていった。呆然とする僕らだけを残して、君たちは今のを一体どういうものであると定義する？なんだよ、どうも何も全然意味わかんねえよ。え、ここで一生暮らす、殺す、なんなの、なんなのよ。落ち着いて、みんな落ち着いて。とりあえず今の話をもう一度まとめてみましょう。あのモノクマとやらの発言によると、私たちには2つの選択肢が与えられたことになる。一つはみんなと共にこの学園内で期限のない共同生活を送るか、もう一つは、うん、生きて出るために仲間の誰かを殺すでしたわね。そんな、それをさ、殺してすぐに出られるってこと？じゃないと最後の一人になるまで出られんとか、そういうことになるよね。殺すなんて、そんな、いきなり拉致られて学校らしき場所に閉じ込められて、そんでいきなり殺し合いって、これってこれ何なんですか？嘘だ、そんな馬鹿げた話嘘に決まってるじゃないか。でも実際爆発したしな。本当かとかが問題なのではない。問題となるのは、つまりこの中にその話を本気にするやつがいるかどうかだ。でもさ、なんか人を殺すっていうのはあれやけど、でも一番ビビってそうなやつが一番最初に殺しそうじゃない？なんか自分が殺されたくないっていうので。その言葉に僕らは再び押し黙ったまま互いの顔を見回していた。互いの胸の内を探ろうとする視点からはうっすらとした敵意まで感じ取れた。そしてそこで僕はモノクマが提示したルールの本当の恐ろしさを知ったんだ。誰かを殺した生徒だけはここから出られる。その言葉は僕らの思考の奥深くに恐ろしい考えを植え付けていた。誰かが裏切るのではという疑心暗鬼を。怖。こうして僕の新たな学園生活は始まった。でも期待に胸を膨らませてやってきたこの学園は希望の学園なんかじゃなかった。ここは絶望の学園だったんだ。プロローグ、ようこそ絶望学園。あれ、ここまでプロローグやったんか。生き残りメンバーは15人。これがどんどん減っていくんやね。 To be continued。
今はまだ全員おるけども、あ、プロローグ終わったけん、ここからオープニング。プロローグ結構長かったね。小説やったらさ、あれじゃない？2、3ページぐらいじゃない？3、4ページぐらいプロローグとかでそんなもんじゃないっけ？もっと長いかな。今のところ、私個人的にはキリギリちゃんが可愛いと思っている。なんかクールビューティーでさ、なんて言うんやろ、舞園さんはおるけど、なんか真のヒロインというかちょっと謎があるやん何かしら鍵を握ってそうな感じがせん？あの子めっちゃ可愛い。どうなっていくんかな。誰が一番最初に死ぬんやろう。もう絶対あそこでさ、モンドが死ぬと思ったんやけどなでも違ったしね。全員生存ルートとかはないんよねってか、全員がさ、誰も殺さんかったとしたら一生ここで生きてはいけるってことなんだね、きっと。それならもうそうした方が平和なのでは。楽しくはないんかもしれんけど、わからんな。プレゼント、交渉バッジを獲得しました。何？なんか定期的にドット絵来るよね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあこれからどれぐらい、どんなペースで死んでいくんやろうかね。全員生存ルートみたいなあったらめっちゃいいけどさ、絶対ないやんねだいたいこういうのって多分話自体はもう決まっとって、それをなぞっていく感じになると思うけん。でもどうなんやろ、最後の一人とかになるんかな、気になる